バンドウエイジの虹スタは2004年7月3日から2007年3月31日までテレビ愛知で放送された情報番組テレビ愛知栄えサテライトスタジオからの生放送この項目では2003年4月19日から2004年6月26日まで同局で放送された全身番組バンドウエイジのここに十マッシュについても触れる 当時テレビ愛知が単発番組放送枠として使っていた土曜13時枠で月に1回のペースで放送される住宅情報番組としてスタートした。同タイトルを監視していた当時は主に東海3県各地の住宅物件情報や住宅のリフォームに関する情報を取り扱っていた。出演者全員がスタジオレギュラーとリポーターを兼任していたのが特徴で、 司会の坂東英二自身もリポーターを務めるなど、この当時からすでに番組のスタイルは確立されていた。2004年4月3日、放送分からは、同タイトルを冠したまま土曜12時30分枠で、レギュラー番組化され、非常に短い期間ではあったが、同年6月26日まで週に1回のペースで放送されていた。前日の坂東英二のここに、十マッシュ、が、 放送時間の変更を機に海外リニューアルしたもので、同タイトルへの改外以後は、住宅関連の情報のほかにも、東海3県各地の行楽情報や日本各地の特産品情報といったより、日常生活に即した話題も取り上げるようになった。ハイビジョン制作の番組だったが、一部のコーナーは、会によって、 ハイビジョンで制作されたり標準画質で制作されたりと線引きが曖昧で、これらが混然一体と化した構成の番組だった。いずれも JST。この他、実施企画の内容によっては一級建築士や若い女性モデルなどが出演することもあった。坂東栄治のここに10マッシュに関するカテゴリー。ありがとうございます。